なんかよくただの言葉じゃないですかって隊長は言うんですよね、はい、で僕の中では、うん、いやいや言葉だろうなんですよ。なんて言うんだろう、言葉には意味があって、うん、でその言葉を見て、うん、その言葉を話し、うん、理解をし合おうと思うわけじゃないですか。そこがずれてるっていうことを僕は言ってる。言葉に引っ張られ、この人が、うん、なんか同じ言葉でも捉え方が違う言葉っていっぱいあるじゃないですか。状況によって変わったりとか、はい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 、同じ文章でも、うん、それを、はい、まあ、そこでずれてるのを自分はこう思うってところに引っ張られてるなって話です。よくなんかその、まあ、我々このチャンネル、はい、あの類型論とかで扱ってるんですけど、例えばエニアグラムだと、はい、うん、あれなんで1から9かっていうと、はい、本当は1から9って意味はないじゃないですか。1から9に意味はないです。まあ、強いてあるとすればその順番っていう意味はあるのかもしれないんですけど、どっちが先に出たとか、うんうん、でも1から9なのは意味がないから多分その想定つけられたはずなんですね、はい、うんうんうん、でそこに成功する人とか、うんうん、個性的な人とかっていう名前がついた瞬間に、うんうん、まあ、シャアが言うようにね、うん、人はね、うん、引力のある方に引っ張られるんですよ、重力のある方に。でそこに引っ張られすぎですよっていうのを僕は言ってるだけで、引っ張られすぎ、要は状況、例えば僕が、はい、僕っていうのは変わらないわけじゃないですか。老子か1って言われてもはい、はい、3って言われても、はい、3って言われた瞬間達成する人になるわけでもなくて、はい、なんか1って言われた瞬間完璧な人になるわけじゃなくて、はい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 、僕は僕という存在があって、はい、そこに勝手に名前をつけてるだけでしょって老子ですよねこれそうですね、老子の話をしましたね今、はい、っていう感覚です。言葉に引っ張られすぎじゃないですかっていうのは多分それです。でもなんかその、うん、よく類型論とかタイプのそういうのを見て、はい、その安心したっていう人が少なからずいて、はい、うん、まあ、僕もなんていうんだろう、それを見ると、うん、あの僕がいたみたいなところはやっぱりエニアグラムの本とかね、はい、うんうん、その16タイプの性格のやつとかを見ても、うんうんうん、あここにたくさん僕がいるっていうのはあるんですよ、はい、でそこでなんかあの安心じゃないですけど、うん、なんでしょうね、あの分かりますよ、この安心しかちょっと今は言葉が見つからないんですけど、うん、なんか安心を求めてるんですよみんな、みんなみんなみんな、なんでしょうね、あの書かれて、はい、でそこからあの僕もね、はい、いやちょっとそっちに引っ張られてるつもりはないんですけど、うん、例えば歴史が書き換えられるんですかね、自分の経験とかが、はいはいはい、要はなんか最近近々出てくださるっていう話なんですけど、うん、その私のことを、うん、ソシオニクスでいうところの EII っていうタイプだよ、うん、とされて、うん、まあ、それを読むとね、そのこの EII、ごめんなさい、うん、IEE だ、ごめんなさい、 IEE、はい、IEE っていうタイプは MBTI でいうところの諸説ありますが、うん、ENFP ですというふうになり、うんうん、はい、その決めつけられるのを嫌うとかね、うんうんうん、ちょっと子供っぽいところがあるんです、うんうん、でそうやって考えると自分って、うん、あ確かに昔からそのよくここではいや大きいとこに入ってね、うん、その僕は従うんですよ、上旬なんですよ、うんうん、みたいなことを言ってた割に、うん、そうあの馴染めなかったなっていうその、はい、っていうのと自分の意識ではそれを掴んでるかもしれないけど、はい、何かを決めつけた瞬間に決めつけんなよっていつもやるそうなんですよね、あのよくなんかここのコメントとかでも、うん、はいはい、なんかあのフォローしていただいてるとは思うんですよ、うんうん、あの言葉が足りないですよとか、うんうん、これ言った方が分かりやすいですよっていうことだと思うんですけども、うんうん、なんか言った方がいいですよとかって言われると、うん、言わないよが出てくるんですね、うん、そう僕を操縦するなとそうでなんか自分でなんか3かな6かなとかってやってる時は、うんうんうんいいんですけど、うん、いやあなたはこのタイプですよ、うん、って言われると、うん、いや違うよ俺はそんなタイプじゃないよ、うん、あなんていうんだろうタイプじゃないよっていう反抗じゃないんですけど決めつけないでが出てくるんです、うん、そんな感じがありますやめてって、うん、言わないでって、うん、僕は僕の僕でいさせてって、うん、っていうのは最近僕は IEE だって言われて、うん、そのやつを見に行って、うんあそういう子なんだっていうので、うんうん、安心を覚えてるんですけど、うん、なんて言うんだろうこのそれも掴みに行ってるのかっていうと、うん、
つかみに行ってるし、まあ、心当たりはあるって話じゃないですか。ある、うん、っていうとやっぱりどこに行っても、うん、多分心当たりがあるところは少なからずあって、うん、で全部のタイプではないかもしれないけどいくつかは多分あると思うんですよ、はい、でこれを多分ね体調はとてもフラットに、はい、多分老子的な見方が、はい、できてらっしゃると思うんですけど、うん、でもこのなんていうんだろう安心できる部分と、はい、なんか分からなくなるのがあってでいや言葉にとらわれすぎですよって言われると、うんうんちょっと待てと、うん、意味のための言葉だろう、うん、っていうのが出てくるんです、ね、意味のための言葉なのに、はい、言葉にとらわれすぎて意味を外してるごめんなさいその意味がその意味がわからないんですその意味がね僕全くね、うん、よくその言葉をね最近ずっとその、うん、ここ1ヶ月ぐらい、うん、言葉にとらわれすぎですよっていうワードが、うん、この編集の時に何回も出てきてですね、はい、これはね何を言ってるんだってその多分こう自分はこう思う言葉っていうか、まあ、自分はこう思うだと思うんですよ、はい、二等辺の場合ははいそうですね、はい、それは強いです、うんはい、だから言葉には他の意味もあったりするけど自分がこう思うって言ったところをつかむみたいなでそれ以外のことはもうわからないみたいなこう入ってくるなってああっていう感じだからそこにとらわれすぎじゃないかっていうもっとフラットにみたいな話ですその隊長が見てる風景がね、うんうん、この要は、まあ、本来、まあ、ちょっとまた話がごちゃになってすいません、はいうん、エニアグラムっていうのはタイプ1から9まであって、はいはいはい、本来はただの数字が、うんうん、まあそのどこかの教会とかがね、うんうん、分かりやすく紹介するために、うんうんうん、とかまあ人が入りやすいようにですかね、まあうん、少なからず分かんないですけど、うん、そこに意味をつけた、うん、でもともとその1900年前半もうエニアグラムがあるよみたいなのを発見した人は、うん、本当はその悪い部分しか書いてなかった、うん、エニアグラムっていうのは、うんあのうん、ここが短所だよみたいなのをつけてたのはあるらしいんですけど、うん、全部今あのなんていうんだろう綺麗になってるんですね、うん、SDGs ですよ、うんうん、になってて、まあ、そのこれでまあその知名度が上がったりね、うん知る人が増えたりする、うん、いい面はあると思うんですけど、うんなんかね分かんなくなるんですよねでその、はい、大将が言ってる、うん、そのとらわれすぎですよっていうどういう見え方と思ってまあ僕がこう二等辺に対して言ってるのは、はい、多分自分の考え方みたいなこの言葉はこういう意味だっていうところ、はい、だから違う見方もできるんじゃないのその言葉はみたいな話です昔からなんかあるじゃないですか自殺60歳か65歳かなんかをしてああはい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 あのも、はい、その見方もできるけど、はい、それは別に絶対そうという意味ではないよねみたいな65歳になっても何でしたっけなんとかがあそうですね人は事故が見つけられずに65を超えると自殺する割合が高くなるっていうのを見ると僕はいやいやそんな事故なんてないのにねそれがさもあるようにして、うん、それが見つけられないと自殺する人が多いんですよ、うん、お前はなんだとそうやって人を集めようとしとんのかと事故ってじゃあお前説明してみろよっていう怒りが湧いてくるんですよで多分そういう意味ではない捉え方もあるって話ですよ、うん、そこに感情あ、まあ、多分言葉っていうか感情が引っ張られるとかね、うん、これがまたね僕は言葉に引っ張られる言葉とかその類型とかに引っ張られると、うんうんうんIEE っていう、はい、人は、うん、愛が初めからある、はい、愛が前提である、はい、あ要はあの性善説みたいなところがあるらしく、うんうんうん、そこってちょっとなんかあのダークな匂いがする面もあるじゃないですか僕からするとね、うん、要は誘導に見えるんですね愛があるっていうのは違うあのその人の言葉、自殺するっていう話をすると、うん、事故を見つけられないと自殺しますよ、うんうんうん怖いですよねっていう脅しに見えるんですね、うんうんうん、だからそこは多分そういう感情が引っ張られて、うん、で僕がそれを聞くと、はい、あなんかそういうデータ取ったのかなみたいな話ですよだから自殺しますよなんて言ってない自殺した人を調べるとそうやって言ってたみたいな、はい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 、っていうデータでもあるのかなみたいなそういうデータを取ったのかなみたいな受け取り方でそれが本当か嘘かは、うんはい、本当にデータを取ったのかどうか、はいはいはい、だからエビデンスを出せみたいななるほどっていう話になってくるだけで
だからそうやって言われるとそうやって言われたみたいな受け取り方をするよねっていう話ですよ。でそこに多分感情が動いてるからなのか、もうこうやって言われたみたいなのを、でも絶対それはこうでみたいな、ね、その言葉の中にちょっとその暗い黒い部分があると、うん、多分敏感に反応するんですね、うん、いやそれが何て言うんだろう、楽しい話、うん、65歳以上になって事故を見つけられない人は、うん、なんか幸せになる傾向が高い、うん、とかだと、うん、スルッと流すんですね、うん、それが自殺する可能性が高いって言われると、うん、なんだとってなるわけですよ。なんだとってなるんですよ多分、はい、っていうだからそこになんか引っ張られすぎ、僕は多分状況の方が多分本当にそうなのかっていう状況の方が気になるなるほど、うん、という、はい、ところで